VB10 は、わし座の方向に、地球から約19光年離れた位置にある、赤色矮星である。VB10 は、M 型のスペクトルタイプを持つ、小さな赤色矮星である。質量は、太陽の0.0779倍しかなく、木星と比べても81.6倍しかない。これは、光星と褐色矮星の境界部に相当する。これは発見当時、 ゴルフ359の 0.09m を下回る最も軽い構成であった。地球から約19光年という近い距離にあるにもかかわらず、死等級は17.3しかない非常に暗い構成である。VB10 は非常に大きな固有運動を持つ。この大きな固有運動のため、発見以前の看板写真で撮影されていたにもかかわらず、 VB10 自身の暗さもあって存在が見逃されていた。VB10 は先行性であり、大規模なフレアを放出する。ハップル宇宙望遠鏡は1990年代半ばに、普段は表面温度が 2600K しかない冷たい、恒星から最大で10万度に達する高温のフレアを観測している。VB10 はグリーゼ752へと、 重力的に結びついた連星である。グリーゼ 752A も変更性であり、リューザ座倍型変更性であるが、グリーゼ 752A は VB10 の6倍重い構成である。VB10 とは約 434AU 離れている。グリーゼ 752A と B の大きさの比較と内部のダイナモの図。VB10 はマクドナルド天問題のオットシュトルウェ。 反射望遠鏡を利用してジョージファン・ビースブルックによって1944年に発見された。VB10 は連星であるグリーゼ百 752A の大きな固有運動の観測中に発見された。グリーゼ百 752A はマックス・ボルフによって25年前に同様の方法でボルフ1055としてカタログされていた。二千九年五月十八日、 NASA のジェット推進研究所は、ヘール望遠鏡を使用して、VB10 に太陽系外惑星、VB10 ビットを発見したと発表した。ヘール望遠鏡は、大気による揺らぎを補正する保証工学装置を備えており、高い精度で構成の位置を観測することができる。その結果、VB10 に非常に小さなズレが観測された。この揺らぎは、3トル離れた髪の毛1本分という、 非常に小さな揺らぎである。この揺らぎは、質量が、木星の6.24倍、光転周期が271.6日である、惑星によるものとされた。VB10 と VB10 ビットの質量差は12.8倍もの、差があるのに対して、直径は、ほぼ同じとされた。VB10 ビットが実在するならば、一天文学法によって発見された、最初の太陽系外惑星である。 しかし、その後ドップラー分光法による観測では予測される程度のドップラー効果を検出することはできなかった。これは、この惑星の真の質量が最初の観測値の半分以下、木星の3倍程度である可能性がある。いずれにしても VB10 ビットの存在はまだ確定していない。ありがとうございます。